お昼食べよう。いただきます。お母さんが作ってくれたの、美味しそう。今日のお弁当は何かな。 あ,あ昨日の晩ご飯の残り物ばっかり私も同じよ昨日の残りばっかりそうだ食品ロスって言葉知ってる食品ロス知らないわ何のこと食品ロスは まだ食べられるのに、ゴミとして捨てられる食品のことロスっていうのは無駄遣いという意味の英語の言葉よ食品ロスの原因は例えばスーパーでの売れ残りまた期限切れ そうね、例えばお店とか飲食店とかそういうところであそれから家庭でも食べ残しなどこのことを言うのよまだ食べられるのに捨てるなんてもったいないわね食品ロスって日本国内の食品ロスは年間800万トン。 これを日本人1人当たりで、まあ、計算してみると毎日おにぎりを1個か2個捨てていることになるんだってえー、毎日1個おにぎりを捨てるなんてもったいないもったいないと思うでしょうでも食品ロスの約、まあ、半分ぐらいこれが家庭内からの 生ごみなの。家庭での一人当たりの食品ロスを試算すると、だいたい一年間で六十食分の食べ物に相当するの。朝昼晩三食かける二十日、六十食分。へえ。もしかしたら私も一年間で六十食分の 食品を捨てているの信じられないどうして一般家庭からそんなに多くの食品ロスが出るの理由は3つ1つ目は例えば野菜大根の皮をむきをしたときに食べられる部分まで捨ててしまうこと2つ目は賞味期限や消費期限 期限が切れてて、しまって手つかずのままに捨ててしまったり3つ目は料理をした後、まあ鍋とかねいろいろ作たくさん作ってでその食べ残し冷蔵庫に入れっぱなしで賞味期限が切れてしまうことってあるな。 札幌市が家庭の生ごみに関するアンケートをしたの賞味期限と消費期限が切れる前に捨ててしまうということも分かっているのよ食べ物を捨ててまた買って捨ててもったいないわねその通り。 だから食品ロスを削減することでお金の無駄遣いが減るのよさらにゴミも減るから環境にもいいのなるほど食品ロスを削減するためにはどうしたらいいの消費期限が過ぎた食品を食べるのはダメだけど 賞味期限が切れた食品は食べられないというわけではないから、すぐには捨てないで、匂いを噛むとか、あとは見た目、色とか色々確認をする、そういう方法があるわ。なるほど。食品の品質には特に問題はないわけだから食べられるわよね。買い物に行く前に冷蔵庫を見て、 その後、必要な分だけ食材を買うといいわね特売の時に買いだめをすると使い切れずに無駄になることがあるからね食べ残しをなくすために自分に合わせて料理を作る考えることがいいわねもし、 食べきれれずにに残ったら冷蔵庫に入れて早めに食べれば無駄にならないわね毎日おにぎり1個を捨てるなんてもったいないでしょ一人一人が「もったいない」という意識を持って食べ物を無駄にしないことが大切なの私も食品ロス 削減のためにできることは何か考えて始めるわうーんお腹すいたお昼だし昨日の残り物ご飯を食べよういただきます